どうも、ルガです。今日はこちら。ヤング焼きそば激辛マックスエンド。なぜ今更これやるんだという声も多いと思いますが、実は僕これ何ヶ月も、いや、去年買ったんですよ。その流行ってた時期ぐらいに買って、それからずっとですね、食べたくないと思っていまして、賞味期限も1ヶ月ほど切れてしまいました。さすがに食べないのはよろしくないなということで食べます。ずっと放置してしまったということでですね、今回はゲーム制にして食べます。髪の毛がすごく長いんですよ。すごい邪魔なんですよ。今回は辛いといった場合、ここからさらに1ヶ月間髪を切ってはいけないことにしようと思います。お家のためとかそういうのは関係なく、絶対に辛いと言わないで食べてやります。絶対に髪を切りたいんで。ということで、お湯を沸かして3分待ちます。3分経ってお湯を捨ててきました。ソースがマジでやばいっすね。真っ黒。手についちゃった。いや、今手についたけど痛くならなかったし、これ余裕なんじゃない。じゃあ混ぜます。からペヤングって感じの匂いがしますね。とても辛そうではございますが、辛いと言わずに食べていこうと思います。いただきます。やばい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 。口の中がめっちゃ熱い。ダメだ、息すると。ああ、ほら、汗やばいですよ。ティッシュがくっつく。ああ。いや、もう、これ、もう、これ、を通り越してめっちゃ痛い、熱い。あ、耳がすごい遠くなりました。やばい、すごい耳遠くなってる。え、なんでだろう。ライブの後みたいな感じでめっちゃ耳遠い。あと口が回らない、ね、あ、喋ると辛い。あの、唾液がめっちゃ分泌されます。あの前回食べた焼きそば弁当、やばい。焼きそば弁当激辛味をはるかに超えてます。もう出そうです。いや、あと半分もないんですけど。なんか落ち着きました。急に行きます。今ならいたしました。急に落ち着いたんですよね。なんだろうな、痛みもなく口の中の熱さもなく、今日は辛いと言わず激辛ペヤング食べてみました。勝ちましたね。何に勝ったんでしょう。辛いと言わず激辛ペヤング食べたんで、そのうち髪を切りに行きたいと思います。以上、ルカでした。ごちそうありが…ごちそうじゃないな、ごちそうだ。一番ね、ごちそうではない。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。